私はいつもどの作品も簡単な分かりやすいタイトルをつけます。見る人が作品の中に入りやすくするためです。で、入りやすくすると見る人が自由に作品とコミュニケーションを始めるんですね。で、それが現代アートの醍醐味です。例えば希望、祈り、創造、音楽とか、もう実にシンプルなタイトルをつけます。よく難しいタイトルをつける人がいます。もうタイトルだけで見る人は悩んでしまうんですよね。だからなかなかその画面の中に入っていけなくなります。それはあんまりいいことではないと思いますね。だからタイトルはシンプルに、もう誰でもが分かるようなものをつけた方がいいと思います。今日はタイトルについて話しました。それでは。